麺棒使って。それ以降は出てないです。だいたい消えたんですか、麺棒で。麺棒で入れます。はい、結構。で、そこは収まってるわけね。じゃあ収まってますね。はい。だから27、8、9時で。はい、何？はい、じゃあ蓋持って。はい。じゃあ、行こうしよう。健康チェック袋あります？あ、お酒お渡ししました。あ、渡しました。ごめんなさい。大事に外してください。そうだね。この間来たのが26。48、47。お、94。急にドーンと増えました。ドーンと増えましたね。家では体重は測れない。あ、測ってますね。本当に36から 36.5 なんで、同じぐらいですね。はい、60から100だからさ、この辺までしか少なかったから、ね、はい、で、普通になってきたと。うんちの大きさがやっぱりなんかでかくなりますね。あ、本当。はい、この最初に比べたら。それはいいことですよね。で、この間お薬出したじゃないですか。はいはい。A は何回飲めてたの？ A は4回。A は4回飲んで1。で、B は2回飲んで。そうですね。1回だけ3回しか飲んで。なんで麻酔かけじゃなくていけそうかな。でも最悪出ちゃったらもうすぐ入れてくださいね。見つけたらなるべく早く入れるんであればね。え、じゃあちょっと抗生照射もらってきて。60の1分で1回止めて。はい、ごめんなさい。ちょっとじゃあ今から治療しますね。抗生照射療法します。そんでごめんね。はい、じゃあ全体とさ、どうしたらいいの？右のほっぺたと全体ね。なんとかいけそうですね。いや、出るとほんと何個出ちゃうからさ、はい、だから中の腫れが引いてると思うんです。で、2日に1回飲んでる薬の方が、ね、強烈なんです、はい、腫れを引かせる、炎症を引かせるって言ってね。で、26でしょ。26、27、28、29、30、32か、はい、今日また新しく薬出しますね、はい、で、今日の薬を飲ませてください。今日の薬、はい、はい、これからね、はい、それで出なかったら1週間後、はい、で出ちゃったら入れていく。それがまた出ちゃうんだったら、はい、すみません、電話してきてください。分かりました。昨日が36、昨日も36ぐらいあったんでね。昨日も36で、体重もちょっとだけ入れてください。はい、で、まあこれ A はまあ、そうね、これいいよね。いいですか。はい、うん、あちらに渡して、抗生照射。はい、もう飲みね。これだって1年半することなんだよ。ですよね、1年7ヶ月なんだよね。あとね、ちょっと食べ物のことをちょっと言いたいな。